富士市を訪問したのは、去年発足したプロリーグ、ジャパンサイクルリーグのチェアマンを務める片山右京さんと、地元で活動するプロサイクリングチーム、レバンテ富士静岡の佐野純也選手らです。3月に開催されたレースでの売り上げで購入した子ども用自転車ヘルメット5個を、富士市の小永井義政市長に手渡しました。サッカーと F1 と自転車だっていうぐらいですね、実は世界的には超メジャースポーツなんですね。まあ、自転車の本当の立ち位置っていうのをこうもっともっと直さなきゃいけないと思ってます。ただそのすべての出発点が子どもたちで、寄贈されたヘルメットは富士市のサイクルステーションに置かれて、レンタサイクルや子ども対象のイベントで活用される予定です。